二人とも無事でよかった。激しい戦闘があったと聞いたが。戦闘は上空で行われたから、頂上の向こう側には被害が出たようだけれど、幸いこちら側は無事よ。悪夢のような光景だったわ。光の眉から現れたドラゴン型の蛮神、あれは破壊の衝動だけが結集したかのような存在だった。第七霊祭を目撃したイルベルドがニーズヘッグの竜の目を使って帝国を倒すためだけに呼び下ろした憎しみと破壊の神か。それと互角以上に戦っているように見えたオメガの存在も脅威よ。でも何と表現したらいいかわからないわ。それで彼女は？イダなら上にいるわ。行きましょう。光の眉、なくなっちゃってるね。本当にあっけない。いいだ。別に後悔してるわけじゃないんだよ。全部、わかっていたんだ。あの時、パパリモがやろうとしてた封印魔法が、命がけのものだってことも。ちゃんと理解してた。それが時間稼ぎにしかならないってこともね。いいだ。あなた。いつまでもパパリモの小さな背中に隠れてはいられない。このマスクはね、私がパパリモの相棒になるために必要だっただけのもの。20年前、アラミゴが帝国軍に占領されたあの日、私はまだ5歳にもならない子供だった。私の父さんは暴君だったアラミゴ王に立ち向かった革命軍のリーダーの一人でね。そして姉さん、父さんの手伝いをして戦う優しくて強くてかっこいい姉さんがいたんだ。でも帝国軍が攻めてきて、父さんは戦ってそれっきり。私は姉さんに連れられて逃げて逃げて逃げ続けて、シャーレアンの植民都市にたどり着いたの。姉さんは故郷を奪還するため、やがてルイゾワ様たちと活動を始めたんだ。私はそんな姉さんを誇りに思ってた。あなたがその仮面をかぶってイダを名乗っていたのは、お姉さんに対する憧れ、それとも意志を継ぐ覚悟かしら。やっぱりヤシトラ気づいてたんだね、私がイダじゃないって。当たり前でしょ。
他の賢人のみんなも一目で気づいてたわよ。そっか、やっぱり賢人のみんなにはかなわないな。姉さんは6年前にアラミゴから難民を逃がす任務中に死んだ。小さな女の子を助けるために無茶をしたんだって。あんなに強かった姉さんが。ごめんね、黙ってて。私の本当の名前はリセ。なんかさ、パパリモから姉さんの形見だってこのマスクをもらった時にさ、思っちゃったんだよね。パパリモの相棒になって手伝いたいって。姉さんになりたかったわけじゃない。自分が中途半端なことくらい分かってる。でもパパリモが最後に言ったんだ。お前にしかできない役目があるって。パパリモがつけてくれた賢人の文様も消えちゃった。うん、きっと消してくれたんだ。だから私は選ばなくちゃいけない、リセとしての選択を。父さんの、姉さんの悲願を達成するために。アラミゴを、私たち家族の故郷を取り戻したい。再び大戦が始まる。悔いているのでござるか。あの時帝国に反旗を翻した時のことを。迷ったことがないと言えば嘘になる。だがそれでも私は刃を捨てずに生きてきた。そうだ、我らの戦いはまだ終わってはござらん。行くぞ夕霧、遥かなる東方へ。